はいどうも、オックポンでございいますいやーすごいっすね 2X リスクがなくなってでもう本当ビットコインも上げてますけど、まあ、2%弱ほど上げてますけど他の通貨の勢いがすごいっすねでまああの、まあ、ビットコインキャッシュはまあまあ上げてたんで直近で上げてたんであれなんですけども これ時価総額ランキングで、まあ、ビットコインからねず,ず,ずっともう100位まで見てなんとですよ9割上げてますっていうお話ですね。本当あの 2X でね仕掛けようと思ってた資金がもう本当ガン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 流れてきてるっていうしかもう説明がつかないんですけどもまあまあとにかく逆に言うとこれだけね解体衝動っていうのがあったんだと。 っていうところですよねすごいですよね、本当、何パー何十パーってのが当たり前に増えてまして、えー、まあこれについてはすごいというしかないですね。もう、タがが外れるっていうのは、やっぱこういうことなんだなと。はいで、まあエイダですね、エイダファン多いと思いますけど、350つけましたね、今日ね。 今350なんでもっと上ですねもうつけてるんで355っていう地点があったんでまあ一時期はね300を割ってたっていう時期もありまして直近だとえーっとそうですね11月6に280ですねこの辺をつけててえーもっと下があったんですよね。月の2日の日 お7時とかだと260とかねこの辺の水準に位置してたんですよ。でこれがですね、まあ、あ 2X の分散のリスクに対してっていうところでもちらっとお話をしたんですけどもあの円より JPY より日本円よりねエイダあイーサリアムっていうところの方がまだあの信用があるっていうところ なんですよね、えー、イーサリアムも直近のねリスクっていうのは何ていうのかな、まあ、お話をしたんですけどもあれはあ全体イーサリアム全体が悪いんではなくてっていうお話があそのあとというか、まあ、私が知らないところで起きてましてでそれをね折り込んでのイーサリアム5%上げっていうところではあると思うんですけども。 エイダーも、ね、そのイーサリアムに対局してというか、まあ、順位が同じだっていうところで、えー、とビットコインとビットコインキャッシュビットコインキャッッシュビットコインイーサリアムエイダー、ADA、なんですよで4位に JPY っていうところで日本円ですねでそこに 2X に対してのリスク回避っていうところでどこにやるのっていうお話で、まあ、その上位4位。 になるんです、ね、うん。っていう5位がまあ,あ日本円ですからまあ日本円より信用価値が今やね、えー、仮想通貨を触れられてる方にはエイダの方はあるっていうところでねでエイダっていうのはまだまだ安いしま3円台じゃないですかね、えー。3円台っていうこともありましてまあこれからね イケイケゴーゴーという相場になるので今本当直近でここを買っといてえ本当長期でね何度も何度も言いますけどおそれを持っとけば全然全然問題ないというところでのツゼクスリスクに対してのリスクではなくなってなくなったというところの流れでございますよ、ねえー、そこでのもうエイダーの上げと ういうところで、ね、私のそのモネロっていうのをたまたま持ってたんですけどもこれね 2, 2日連続で2桁上げっていうね今も16%上がってますけどまあまああのこれはもう特定性、えーまあ、匿名性のあるね、えー、通貨っていうところでまあ、これがあいいいいのかなね匿名性に特化しておりビットコインよりも匿名性が強いことが特徴ね えっていうのが本当、このモネロっていう通貨は匿名、匿名っていうね、えー、ところがあまあ強みであるというところでございます。はい。で、まあ、余談なんですけども、日経ですね、これ、やっぱり投資を通、仮想通貨取引をやられている方も、投資の、ね、株とかも情報を拾ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、 これもすごいっすよね。これ午前中の上げだけで日経平均が450円上げ。で、これ、たまたま上げてた、その、2年、たまたまって、いや、すげえな、これ。えっ、ー、とー、こう、ざっくり見て、その、ですね、1014年の14年あたりの相場とはまた、 あこれ14年あたりの相場っていうのは本当はアメリカのね良、えー、し悪しを見ながらとかあ,あとは今年の頭ぐらい1月から去年の暮れぐらいから今年の頭から中旬ですか、まあ、8月9月くらいまではもうなんて言うんでしょうえっ、ー、とアメリカがくしゃみすればみたいな世界でくしゃみすればみたいなああ,あああ ごめんなさい。えっ、ー、と、16年の1月ですね。えー、のお、こっから、どのぐらいなんですかね、これ。よいしょ。9月うあたりまでですかね。まあまあ、何にしても、この、ここあたりまではですね、この世界の、もっとですか、ああ、最近までなんで、 まあ今年の夏ぐらいまでですかねだから16年の1月から今年の夏ぐらいまでは世界事情に対してほい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 、ね、あっち行ったりこっち行ったりしてあっちで、ね、なんか北朝鮮がうんたらアメリカがうんたら、ね、中国がうんたらってあったらあ全部日本が、ね、その負債をかしょい込んで、えー、買ってるんじゃねえのっていうぐらいのもう影響を受けるわけですよ。まあまあ 悪いニュースがが出るるわけでですすからもう下がるんですよ、ね、何なんだというところの相場からもう一転してですねこれはすごいと9月あたりですかね9月のあたり頭あたりを皮切りに中盤半ば半ばあたりからこの上げですよでえっとざっくり言いますと9月の中でまだ2万円うん えっと15日ですね9月の15日の値段が1万9500円割ってるわけですよ終わり値があれ終わり値があ終わり値は違うでまあまあ2万円割ってるわけですよ15日ね9月15日で2万円割っててで1万9900円というところからラーですよ9月の15日にそれを割って、まあ、2か月経ってないんですよ 2ヶ月経ってなくて、まあ、この上げですよね、本当3000円以上、3500円くらい、ね、弱上がってるというところで、これはすごいですよ。で、あのー、これに対してはドル円ってあんまり動いてないですよね。だから 本当に日本っていうその企業に対しての世界の評価まあ7割が海外の方ですから日本人はその中の3割4割しか買ってないわけですからで海外の方々のインパクトというか。 あこれすげえなってもう、もうドル円とかじゃないですよ。アメリカ事情とかも多少はあるんですけど、昔みたいに世界で何かがあったからとか、あ北朝鮮がうんたらとかっていう流れのね、地合いではないですよね、もう。本当自立のね、日本っていう企業があ世界に認められてるっていうのが、もう数字に表れてるっていう、もうそうしかない。ね、えー、もうとんでもないわけですよ、これ。この上げはとんでもないですよね。超バブルですよね。 バブルかなよくわかんないですけどあのまだ上げるっていうお話もされてる方もいらっしゃるんですけどもただこれについてはあ例えば日本政府の方が買い上げてるものをやめるとかっていう,うところがニュースが出たらずずっと下がりますよね簡単にあとはあもう一つは上がりすぎてやっぱり自然にね、えー、利益確定売りっていうのが増えていくんじゃないかなっていうところの下げ えってていううのも出てくるででしょうで下げ始めたらめっちゃ早いと思うんで、えー、ここはですね、いやー、気持ちいいぐらい上げてますね、これ、気持ちいいぐらい上げてます。あのー、そういうことがあるんで、そのね、えー、政府が買い集めてたものを今度どこに向けて、落としどころっていうのを、やっぱり手放さなきゃいけないですよね、どっかで政府も。うん 利益確定はしなきゃだと思うんですよ。ただこの利益確定をするともう株がそのまま下がっていくっていうねまあまあ本当世界ではありえないですよね日本の企業の同じ同国のね株を国が買ってるっていうのはね本当に。 んなんですけどもまあまあその助けもあってようやく自立でね動き始めたのかなっていうところではあるんですけどまあそこのいがあなくなったらもう下がってくっていうところはもう目矛先落としどころがどこにあるのかっていうところなんでまあ、そこに目を向けていいんじゃないかなっていうのとただそれに対してその過信はしてほしくないまあ、これがここまで上がったから下がるんだよっていう。 ただ、下がるんであれば本当に2万円割るとかね、そのぐらいの勢いで下がると思うんですよね。これだけ短期間で上げてきてるものですから、まあまあ、そこはどうなるのかは分からない。うん、分からないんですけど、その政府のね、リスクに対して、あとは、その自然にね、ここまで上げてきてから、下げて売られるんじゃない、利益確定されるんじゃないっていうのがあるんで、まあまあ、その辺は、あれですね。 まあでもこれね、すごいですよ、まあ仮想通貨もすごいですけど、日経のこの上げってのはね、みんなぶったまげてるんじゃないですかね、こうでぶったまげすぎちゃってて、2万2000あたりでどうしようかな、どうしようかなっていう方も、2万円超えてからどうしようかな、どうしようかなって方もね、たくさんたくさんいらっしゃると思うんですよ、この相場に乗れなかった方々。 あるいはそのマザーズとかね東証1部ではないところで戦ってらっしゃる投資家さんも多数いらっしゃると思うんですけどもまああのー、マザーズとかもここの資金が抜けたタイミングでそこで上げてくるでしょうという,う勝手なね、えー、思い込みを私は思ってるんですけども東証2部とかね、えー、マザーズのーでなんていうのかな動きがない銘柄だったりとかもともと 人気がある銘柄とかねその辺に入ってくるんじゃないかなと思うんですけどまあこの辺は、まあ、各個人がね動かれていいんじゃないかなと思うんですけどまあでもこうマザーズより本当と唐だっていうのをねまざまざと見せつけた今回の日経の上げだと思うんですよねいやーこれはびっくりはびっくりはこ,こいたですね本当にねえ本、ー、当漫画じゃないですけどはいえー、で まあ明るいですよね、今の状況が、相場状況、仮想通貨はじめ、日経もですね、お金、今、リスク資産にお金を投げてる方々の、軽いね、冬のボーナスより早く、秋のボーナスなんじゃないかなっていう、ここで利益をね取られてる方とかも、もうツイッターとか見てても、前向きな話しかないですよ。ね、本当に明るい話しかなくて。 え普段だったら「あ」とか「う」とかやってるっていう方もまあ逆にね上げすぎて辛いっていう方もどっかで下げるっていうねえところをどこで見なきゃっていう思いがあって辛いって方もいるでしょうけどもまあ大概はまあ明るいですよどれを見ても仮想通貨見てもお大体私がフォローしてるのは仮想通貨かあの株かポケモンか あとは自分がその興味があるものをちょいちょいフォローをねさせていただいているんですけどもまあまあまあ明るい明るい本当数千とか数億とか稼いだ方とかねいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね個人の資金力がそんなにねない方でもそのぐらいねちゃんと見据えて自分の銘柄に貼ってた方々まあ仮想通貨も始めですよ あいらっしゃると思うので、まあ、これは面白いですよね今後もねそこの資金が儲かった資金がどこに流れていくのかっていうのも面白いですしまあ今後のその、まあ、仮想通貨は買いだけでいいんだなっていうのもあるし、あのーまあ、日経の方もね今後のこの展開東証一部からの流れてる資金が、まあ、仮想通貨にも入る場合もあるし まあその東証二部マザーズに資金が流れてきてこの流れがねどうなっていくのかっていうねまあまあ全てつながってるんでねどっかが儲かればその資金っていうのはどっか流れるんで必ずまあ投避するのに貯金っていうのは預金っていうのはあるんでしょうけどもう預金っていうのはあんまりうん自分のなんていうのかな感情的に動いてしまうものに対しての投避であってその預金っていうのが 優れてるから、そうしてるじゃなくてっていうところだと思うんですよ。おーお、すごい。おっと、マネックスのね、今、あオンラインセミナーっていうのが21日に入るんですけど、緊急オンラインセミナー日経3万円の道。ね、えー、3万円ですよ。うん、これ見たいな。これ見ようかな。あれこれ見れるのかな。あ、見てみよう。 あと見れそうですね。あすいません。余談でございました。えー、っていうところで,ですね。まあ、こう、3枚に行くまでは、一回落ちて、落として、ぎゅっと上がるところは、タイミングはあるとは思うんですけども、ただわからないですよね、この相場は。こんだけみょんみょん上がっちゃって、みょんみょん上がってるわけですよ、本当に。ゴムを引っ張るがごとく上がって、ね、紐を引っ張る、床から引っ張るごとく上がってこる、そんなチャートですよね。 6ヶ月とかまあ3ヶ月とかで見ても上がるしかないっていうねなんかそんなチャートなんでまあどうなるのか分かんないですけど3万円を見てるねえなんだろうな方々もいらっしゃるんだなっていうところでたまげてますがこれもまたねはいいや 2X もねたまげましたけど本当に日経もたまげてますねまあリスクね商品が本当強いとしか言いようがないっていうこの試合 ねえー、皆様儲かってますでしょうか、ねえーまあ面白いですねうんちょっとね締まりがあれなんですけどもまあこの辺でねえー、切りたいと思いますそれではね素敵なコインライフをお送りしましょう